足元を見ながら答え探してた。別に不器用な生き方したわけじゃないさ。僕らを生み出している笑顔の中に溢れてる。いつの間にか大人になって次の場所にかけてくだけで心休めて空を教えたものは忙しさに負けちゃいけない。だから今を迎えてあなたにありがとう。遠い昔なら僕らの小さな日したんだろう。愛の深さに気づいてさ、いいか君も大人になって素敵な夢叶えてくれと期待を込めて僕を抱いてる写真が全てそこに答えはあるよ。生きることを怠けちゃいけない。だから今を迎えてあなたにありがとう。そして僕らは未来を描くよ。プロペラのない飛行機でも動かせてみせるよ。
ございます、虹色映像、始まってますが、今回はカバー曲、聞いていただきました。ありがとうございます。聞いていただいて、徳永英明さんの未来飛行という、曲なんですけど、まあだいぶ古い曲ですが、僕は徳永さんの曲でこの歌が一番好きなんですよ。そこまで有名じゃないんですよね。ヒット、まあそれなりに売れたけど、めっちゃ売れたわけじゃないし、代表曲にもなってないと思うんですよ。シングル曲なんですけど、90年代の曲でもっと売れてもいいのにとは当時思ってたんですけど、そこまでヒットはしなかったですね。めちゃくちゃ好きなんですよこの歌。なんだろうな、なんで好きなんだろう。なんかやっぱ、まあ、詩の内容だったり、こう希望が入ってたり、メロディーのその感じがちょっと背中押される感じっていうか、なんかそういうのって多分僕はすごく好みなんだなっていうのがありますね。でサビに入るこの疾走感、めちゃくちゃ疾走感あるわけじゃないけど、こうちょっとずつ上に上がっていく、まさにこう飛行するっていう感じの、雰囲気がめちゃくちゃ好きで、ちょっと今回やってみました。まあ、でも実際キーは1個下げてますけどね。ギターのこのコードとかもちょっと省略したりとかもまあありますけど、まあ、気になる方はぜひ原曲を聴いていただきたいなと思います。まあ、毎回言いますけど、あくまでもこれはきっかけなんで、ね、虹色映像はこの曲知ってっていう、まあ、カバーに関しては本人のやつをぜひ聴いていただきたいなと思いますね。でこれからカバーはちょこちょこなんやかんやでやっていこうかなと。過去にもねかなりの、曲カバーしましたけど、まだ全然あれもやってない、これもやってない、いっぱいあります。っていうかね、もう世の中にはいい曲がめちゃくちゃある。で世の中の方々はそれを知らない人が多い、いい曲で忘れる人も多い。僕はこう音楽がすごく普通の人よりかは身近にあるんですよ。多分もう毎日のように聴いて、まあみんなもこう車の中で聴いたりとかしてると思いますけど、あんまりこう流し聞きをしないタイプなんですよね僕は。同じ曲でもしっかり聴いちゃうんですよ、何回も何回も。それぐらい歌が好きで、だからその歌の素晴らしさ、僕はそう思ってるけども、だから皆さんもそう感じてほしいなという意味合いを込めて、これからも僕の拙い歌なんですけどもカバーはやっていこうかなと思っています。まあ、今回はフルコーラスでしたけども、まあ1番だけとか、その1番だけを3曲ぐらい集めて、ね、1つの映像にするとかももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ今までやったやつは基本的にはやらないようにします。アーティストは被りますけど、過去の虹色映像で、やって、まあ、結局バンされてるから現在映像としては公開されてないけど、まあ、そこで、まあ、あれこれ昔やったんじゃねえのってやつはもしかしたら出てくるかもしれません。あのカバー104連発の映像皆さん見ましたか？その中に入ってない曲もいっぱいあるんで、もしかしたらそれをもう一回やるっていうことはあるかもしれません。あの104連発に入っている曲はもうやらないです。絶対誰かとこうコラボでやるとかだったらあるかもしれないですけどね。なので、これから時間が許す限り僕の好きな歌、男性の歌、女性の歌気にせず、僕なりのアレンジも加えつつとはなるとは思いますけども、やっていきたいと思いますので、そちらも楽しみにしていただけたらななんて思います。そしてこれがきっかけでその曲と出会えたら、今聴いてる皆さんがねすごく嬉しいなと思います。はい、なので、まあ時間があるときお暇なときにでもまた覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、今回は、徳永英明さんの未来飛行、歌いました。ありがとうございました。さよなら。